呂機関は中華民国、満州国の政治家。北京政府、法天派の政治家で、後に満州国に参加した。字は雲章。別号は逸園、子は、右聖園。新末の秀才。1891年、県進むと、直令総督が門文,文案に就任する。その後、日本に渡り、東京外国語学校で中国語講師を務めた。 1904年の日露戦争後に、便利療養西部準計後とよ、療養交渉局局長に就任した。1910年、長春同大が門方便となる。翌年、法典交渉し随便となり、さらに、療養の地州も務めた。中華民国成立の1912年4月15日、外交部特派法典交渉員に任ぜられ、同年中に、 法天順安支所外交顧問も兼ねている。また、長作林率いる第27思想文案として、その外交顧問も務めた。1920年、法天官銀号総弁、東山小順安支所総参議に任ぜられている。同年8月、国務院参議となり、11月には、長の命により、日本へ特使として赴いた。このほか両養伝統公子総経理や、 安山鉄工講師振興工師総弁にも就任している。1922年、東三省保安総司令部総参議となる。1925年、東三省特別区行政長官に昇進した。翌年、中東鉄路、ただし弁に転じる。1927年、辞職した。1928年、東三省保安総司令部参議となっている。 蝶作陣の下での、右往機関は、大栄光泣き後において、遠近鎧と共に、法典文治派の双癖と称された。しかし、蝶学寮が後継してからは、旧派として阻害され、政治的影響力を失っていく。1931年に満州事変が勃発すると、右往機関は、関東軍の指示により、法典地方維持委員会副委員長。 憲法天地法治指導部部長に任ぜられる。うは、特に後者の地位において、満州国建国の理念を宣伝することに努めた。あとに、石原幹事は、うを、満州国、建国の最高の功労者として絶賛している。それは、うが、絶対保境安民、不傭兵主義という理念を掲げたことが、国民政府との断絶や満州国建国をなす上で、 大きな武器となったためであった。1932年3月9日、満州国が正式に成立すると、翌10日、ウオー機関は、初代観察委員長に就任している。同年11月12日、大連にて病没。去年62、ありがとうございます。